大学の卒業を確定しやした。今ね、3月に入って、大学のね、成績開示、成績の発表がね、行われて、私、ゴミ人間、ついに大学を卒業することが決まりました。いやー、よかったっす。正直、成績が発表される前からね、大学卒業できるのは、ほぼ確定だったんですけど、一応その発表があるまでね、ちゃんと単位が取り切れてるかどうかとかは、わかんなかったんですけど、この度、正式に、単位を取り切れてますよっていう通知をいただきました。で、一応ちょっと僕の動画の視聴者の方で、結構大学卒業できるように頑張ってくださいとか、応援してくださる人が多かったんで、こうやって、動画を上げさせていただきました。いやー、でも長かったですね。ほんと4年間。ほんと結構きつかったですね。僕、発達障害なんで、本当に、その大学の単位をね、一人暮らしをしながら学校に行って、授業を受けて単位を取るみたいなのが、本当にきつくて、最初の方とかは本当慣れてなくて、大学1年生の前期とかはいっぱい単位落としちゃったりして、で、それがね、後々響いてきて、大学4年生になってもね、講義を受けなきゃならないみたいな状態にもなったりしたし、僕本当にね、大学にほとんど友達がいないんで、基本どの授業もほぼ一人で受けてました。ほぼ本当、8割、9割くらいの授業は、マジで一人で、ぼっちで受けてましたね。僕はあんまり、よっともとか、そういう、上辺の関係が好きじゃなかったっていうのもあって、別に、ね、そんなしょうもない友達作るくらいだったら、自分一人で、やったるわ、みたいな、ちょっとイキってた部分もあったんで、それでほとんどね、講義は一人で受けてたんですけど、やっぱね、一人で、単位を取るっていうのはね、やっぱむずいっすね。その大学生って、一個だけの授業を受けるだけじゃなくて、いろんなね、講義を取って、で、一個一個ちゃんと単位を取らなきゃいけないわけなんですけど、やっぱね、一人でね、全部それをするっていうのは、難しいんでね。なんで、この動画を見てる、新大学生、春から大学生になる人たちは、もうぜひね、僕みたいに、斜に構えたりせずに、ちゃんと友達作って、一緒に授業とか受けてください。これマジで大事です。GPA とかマジで低いし、ほんとギリギリでしか単位取れてなかったんですけど、一応ちょっと、卒業要件を満たすことができたんで、ちょっと、画像とか貼っときますね。こんな感じで、136単位取り切ることができました。いやー、でも本当良かったっすわ。ずっと、マジでもどの授業もギリギリだったし、卒論とかも本当ギリギリだったんですけど、なんとかね、ちゃんと全部出し切って、卒業がね、確定しました。社会人になって、どんな感じになるかわかんないんですけど、これから先、僕のね、人生、社会人編も、皆さん、動画で見ていただけると幸いです。じゃあそんな感じで今日は、報告動画でした。いつも応援してくださってる皆さん、本当ありがとうございます。ちなみに最後、卒業式がまだ残ってるんですけど、僕友達いなくてマジで一緒に行く人がまだ見つかってないんで、まだちょっと卒業式に参加するかどうかは未定です。